美容室あるあるシャンプー編。じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、倒していきますね。お首の位置となんか釣れてるところってないですか？はい、大丈夫です。はい、ぶっちゃけ髪の毛に3本入ってて気持ち悪いんだよね。美容室あるあるシャンプー編。今日だいぶ外暑かったですよね。暑いですね。ですよね。だからちょっとだけぬるめで最初やっていきますね。ありがとうございます。はい、このぐらいでお湯の温度は大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。いや、外暑いからいいんだけど、さすがに冷たすぎだよな。美容室あるあるシャンプー編。じゃあお首元失礼します。ちょっと首の力ってダラーンと力を抜いてもらってもいいですか？はい。首に力入りすぎてると背中がびちゃびちゃになっちゃうねんな。美容室あるあるシャンプー編。今日の朝って何か食べてきたんですか？いや、今日の朝は、ちょっとだけパン食べました。あ、パン自分で焼いて？いや、昨日買っておいたやつで。あ、惣菜パン的な感じですか？そうです、そうです。あ、なるほど、はい、なるほど。パンで大体いけるんですか？1日朝は。朝はでも、あんまり食べないことが多いです。あ、でも今日はなんか食べようみたいな気分だったんですね。そうですね、ちょっと気合入っちゃいます。あ、今日気合入ってから。あ、すいません。あ、全然全然。もう笑いすぎるとやっぱりね、フェイスラーで飛ばすから、あんまり笑わないでほしいな。美容室あるあるシャンプー編。どこかおかゆいところはございませんか？特に大丈夫です。はい、ありがとうございます。いや、かゆいとこあるっちゃあるけど、まあめんどくさいし、なんか言いづらいし、まあいっか。美容室あるあるシャンプー編。じゃあお流し足りないところはございませんか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。あ、ちょっと待ってください。はい、タオル拭いてからにしますね。すいません。いえいえいえ、すいません。急に起き上がるとこれもね、背中ビチャビチャになったりとかね、もうシャンプーでビチャビチャになるからちょっとやめてほしいな。美容室あるあるシャンプー編。サウナとかやっても割とこうすぐ落ちてしまったり、そうですね、巻くのもそうなんですよ。なんでなるべく温度を上げて、はいはい、ちょっとでも長引いたら、長続きしたらいいなと思って。なるほどなるほどなるほど。いや、喋ってると落ちてくるし、自分で直していいのか分かんないし、気まず。はい、ということで美容室あるあるシャンプー編ちょっとお送りしたんですけど、はい、やっぱりマナちゃん的にお客様から思うことだったりとか、はい、まあ、僕から思うことだったりとかっていうのを多分皆さん知ってても面白いかなと思うんで、今日ちょっとそれを動画にさせていただいたんですけど、まずは引っかかり、はい、みたいななんかあるじゃないですか。一番最初にこうシャンプー台に行ってクロスをつけたところなんですけど、はい、あれってやっぱ入ってんのって分かるの？髪の毛の中に。分かります。2、3本違和感あるなみたいなのが分かります。あ、そうなんですね。はい、じゃあもう見てる側みんな大体そういうと思ってるってことですよね。いや、思ってると思います。これ多分美容師さん側めちゃくちゃ一応あっこめっちゃ気をつけるんですよ。気をつけるけど、なんやろ、ちょっと入ってしまってるやつもあったり、はい、タオルに絡んでるやつとかもあるんで、はいはい、なかなか難しいところなんですけど、そこちょっと気をつけていきます。や、なるほど。次では温度、なんかまあ今って暑いから男性の方にはなんか結構冷ためでやったりもするんですけど、はいはい、女性からしたらあんま冷たすぎもちょっと微妙ってことですよね。そうですね、ちゃんとすごいありがたいんですけども、うん、極端にちょっと冷たすぎるだとかするとちょっと言いにくいな。まあでもそうですね。だからもうちょっとずつ調節しながら繊細にやってくれるっていうことですよね。はい、繊細に。
やっぱ女性に対してはそういうふうにしないとね、ダメですよね。で、飛ばすやつ。はい。これも、フェイスガードですよね。あれでも確かにね、あります。まず、ズレるっていうのもありますよね。そうですね。ちょっと今回は極端だったかもしれないです、ね。ちょっとズレて、でもあの時って確かに美容師側も、こう濡れてる手で、とか泡ついてる手でこう直したいけど、今ちょっと無理ですっていう時があるんですよ。だから、あんま動かさないように喋ってくれみたいな感じなんですけど、お客様側的にも、いやもうズレたらどうしようみたいな感じなんですね。ありますね。え、その時、まるちゃんどうするの？ぶっちゃけ直すんですか、自分で。いや、ちょっと頑張ってこう。あ、目とかでこう、あ、確かにね、ここめっちゃ動いてる人なんで、はい、あ、そういう感じなんですよね。で、できてる美容師側がさっと直した方がいいという。そうですね、そうしていただけると。なるほど、なるほど。はい、あと、飛ばすバージョンやったり。はい。あれも、難しいと思うんですけど、はい、ただ、シャンプー中にもう喋らすなっていう感じですよね。そうですね。お客様からしたら。笑いをちょっと取られると思う。ですよね。だからちょっとした会話で、まあしかもコロナだから、はい、あまりこう、確かにマスクされながら、はい、やるんですけど、でも、このちょっと前とかやったら普通に飛ばすことも結構いたんで、はい、じゃあもうちょっと会話最低限でやる方が一番ベストですね、はい。なるほど、なるほど。美容、これ完全に美容師側なんですけど、はい、なんかこう、首の後ろをこう、現れるっていうか、はい、で、こう、持たれるじゃないですか。はい、って時に、やっぱりこう、お客様側からすると、ちょっとこう、グッと力入れてしまうっていうのがあるんですか？そうですね、気使ってるつもりなんですよ、うん、こちらとしては、うん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 、重いかなと思ってちょっと持ち上げるっていうのをやってたんですけど、なるほどなるほど、はい、それが一番危ないというか、あ、そうなんです、お洋服に、はい、首にこう伝って水が入るっていう可能性があるんで、お洋服が濡れる、もしくはカラーの跡とかだったら、うん、一応こう襟ガードみたいなのをしてるんですけど、うんうん、そこで洋服が汚れる可能性があるんで、はいはい、できればもう委ねてほしい、もうガッと、もう、はい、もう力入れなくていいんで、もう委ねといてほしいっていう。そうすることによって、美容師もまあまあこっち鍛えてるんで、はいはい、だからもうしっかりと固定できるっていう状態になるので、はいはい、できればそういうふうにしといてもらえる。っていう感じですね。はい。はい、で、最後に、こう、急に起き上がる。はい、もう終わったと思って、はい、パッと起き上がる方もいるんですけど、それも同じで、こう首を伝って、スターッとこう入ってくる可能性があるんで、はいはい、結構そこも、もう本当にいいですよっていう時に、で、起こしますねっていうタイミングで起きてくれたら、一番ベストかなと。わかる。思うので、はい、このね、ちょっと今日はもうシャンプー編をまたやらせてもらったんですけど、次にちょっとブロー編っていうのもね、はい、またお送りしたいと思いますので、また皆さんでシャンプーで気がついたこと、これ時どうしたらいいのっていうことがあったら、コメント欄に書いてもらったら、またちょっとやらせていただきますので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。